こんにちは、トリの香りです。今回描いたイラストはホロライブ所属 VTuber 白金ノエルさん、ゆるふわ脳筋女性騎士ノエル団長の愛称で親しまれている VTuber さんです。私がノエル団長を初めて知ったのは Twitter のファンアートからでした。企業 VTuber なのに攻めた大胸筋の大きさに興味が湧きました。ノエル団長のことを調べたところ、どうやら魂の方も立派な大胸筋ですって。道理で説得力のある大胸筋なわけだ。私はお胸の大きなキャラクターが好きなので分かれました。その後もノエル団長のことを調べていると、歌枠が朗読会？どういうこと？歌枠を見てみると、個性的な歌い方のノエル団長がしっかりしていそうなお姉さんキャラと思っていたけど、一生懸命に歌う姿が可愛らしくてときめきました。その他の配信でも穏やかでふわふわしたお話のされ方で、女性騎士だけど逆に守ってあげたいと思わされるギャップが魅力的でした。音響環境にかなり力を入れていらっしゃるそうで、その総額1000万円以上という噂を聞きました。私も音響には日々悩んでいるので参考にさせてもらいたいと思いました。おギャりたい感情と肥後欲が同時に湧く白金ノエルさん、おすすめの切り抜き動画や配信があれば教えてください。後から右胸にほくろがあると知って付け足したことは秘密。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。